水銀整流器とは、ガラス管、または、鉄製容器の中に封入した水銀と、炭素電極間のアーク放電で整流を行う、整流器である。一つの陰極に対し1から 6N 個の陽極を封入し、複数陽極では多層半波整流を行う。風刺構造のほか、大型のものは、水銀拡散ポンプと回転ポンプを使う二段、真空ポンプ方式で動作した。 逆固事故が起こりやすく、温度、真空度、エイジングなど微妙な管理を要した。陰極が液体のため、鉄道車両向けの車載用としては走行振動で、アークが不安定になりやすかった。ゲート電極付きのものは、位相制御による電圧調整や逆接続で、回生電力を交流側に送り返すことができる。ガラス風紙の多様極式水銀製流器は、 その形状から通称、タコと呼ばれた。六陽極水銀整流管略図例単極水銀整流器のうちで、アーク点呼の方法により、イグナイトロンとエキサイトロンが開発され、車載用として、真空ポンプを使わない封じ切り方式が追求された。イグナイトロンは、陰極水銀プール内に浸したイグナイタと呼ぶ、耐熱高抵抗点呼子に交流電圧をかけることにより、 アークを発生させるのに対し、エキサイトロンは、起動時に、不意語式の水銀噴射ポンプで、ストムコ極に陰極の水銀を噴射して、アークを発生させる方式で、そのアーク放電は、ストムコ極の存在で高速運転の振動下においても、ストムコ極をつけなかった車載イグナイトロにより、安定していた。二陽極ストムコ極付き水銀管略回路としては、 主に一陰極多陽極構造なので多層半波整流方式となり参照交流の整流では各層のセンタータップ式両波整流に相関リアクトルを付して電流の流通角を増加させトランスの容量低下を抑える実質力小式の相関リアクトル付け二重星型血栓が標準となったさらに大電力用としては 三小 Y 結線とデルタ結線の30度の位相差を利用し、Y デルタそれぞれで相関リアクトル付け二重星型結線による整流を行い、それを直列、または並列に頂上して、リップルの周波数を2倍に、脈動電圧を4分の1以下にする12小式、整流回路を採用している。電気鉄道では脈動分で通信障害を起こすことがあるため、 フィルターを設けて、障害低減を図っている。育英高専の水銀清流器1970年代まで、主に大電力の業務用に使用されてきた。運転管理と保守に難があるため、大電力用シリコンダイオードなどの半導体素子が開発されて、以降は業務用としては使われなくなったが、ゲート制御機能によりインバータ動作も可能であるなどの利点があり、 実験装置としては今日でも小規模ながら需要がある。なお、日本電池が水銀灯などの放電ランプを開発、製造しているのは、同社が以前、島津製作所の X 線撮影装置向けに直流電源装置を納入していたことに関係する。初期は回転変流器という同期電動機で接点を、 回転切り替えする構造の直流電源装置を納入していたが、水銀清流器の生産開始に伴い、直流電源装置をこれに切り替えたことが技術的基盤となっている。使用時には、水銀蒸気が冷気されることにより、紫外線が発生するため、直視することは目に悪影響を及ぼす可能性がある。また、鉄製の真空ポンプを用いる形式は、 水銀蒸気による汚染の可能性がある。運転中に容器が破損した場合、水銀が広範囲に拡散する可能性がある。日本初の電鉄用鉄製水銀製流器、東芝未来科学館、2019年6月22日閲覧、ありがとうございます。